はい、始まりました。 J ロン J2 チャンネル、今回は J2 再開直前、 J2 バンキシャによる J2 ドラフト会議2019で再開勤務を盛り上げようスペシャルです。第3弾になります。まあ、みんなの感想会ですね。さあ、どんなチームに仕上がったかっていうところを鈴木さんからお願いします。じゃん。おお。なんかパッと見、強そうって感じですそう、あのね、まあイメージ通りですけど、うまいって感じじゃなくて、強いって感じにし、したかったし、僕はそういうチームがやっぱ好きなんで、まあ4-4-2で、もう本当硬いチームですね。規律重視で、まあ攻撃はやっぱこの右サイド中心ですね。一平篠塚がやっぱ中心になるのかなって感じですかね。もうできるだけ前に早く、で前からみたいな感じですかね。で左の方は少しこう、ちょっと右サイドの要素、あーすごい頑張ってるなみたいな感じで伺うみたいな。あの君とかちょっとまだまだ難しいじゃないですか、このメンバー。かわいそうだ。あの真っ白の浮きっぷりは半端ないよね、ちょっとね。まあもっといろいろね、泉沢とかだと思うんですけど、まあちょっと、はい、もう完全ドリブラー、自由なドリブラーみたいな感じで、もう固いチームですよ、本当に。面白そう。基本はもう柿田に収めてもらって、ペーシノズカ、ヒシャルニソン、レオナルドあたりが絡んでいくみたいな。わかります。中本さんだね。はい。中本さんお願いします。そういった意味では僕はもう真逆のテイストになるんですかね。藤本監督はワンアンカーなんですか。あ、はい。そういうこと。そうですね。4-1-4-1ですけど、もう選手間の全てにおいて攻撃が正義。もうシステムを含めても極端な形になってますけど、一応これもでも、まあ、考えながらやっては作ってはいるんで、もちろんクリスティアーノっていう存在が一番光るかなと思いながら、右のサイドハーフで、で彼がまあボールを持ちながら奥抜きがこういう空いたスペースに入ったりとか、でクレーベが下がってここでポストしながら、まあ、仲間が斜めに行ったりとか、そういったところですんで、斜めに行ったらシュモーカーがその縦の突破使ってもっと攻撃的に行くとか感じですね。で前に関しては、まあ、そんなにドリブルが得意っていうか、あまりドリブルを見せない選手なんですけど、まあ、どっちかというと、偽サイドバックのような形で、藤本とちょっとコンビを組むような形で、ちょっと流れの中で2ボランチにして、でそういったところでバランスを取って、まあ、本田も対人強いですし、まあ、4次が全体的に締めるというか、ある程度意図はしてるけれども、攻撃9の守備1ぐらいのスパンになってるかなと、まあ、作ってみてそういう感じになりましたけど、はい、って感じですね。強そう。俺ですね。いや、趣味出ちゃったな。俺、無意識っても怖いよね。もう、ボールを持って押し込んでいくぞっていう、この。本当だ、すごい。ちょっとね、点を取るのは苦労するかもしれないですね、このチーム。後ろ跳ね返すのはまあできるんですけど、まあそういう点だとやっぱキーになるのはこのツーシャドウのところにこううまいことどうやってボールを入れるのかなみたいなところを、まああとやっぱ右の坂本なのかな、右の坂本のところとその本間志音のドリブルのところでどんぐらい形作っていくのかなってところですけど、まあ、ちょっともう日本人だけになっちゃったね。前の3人がすごいあんまりサイズないですよね。そうだね、そうそう。だからセットプレーとか守備はめっちゃ弱いと思います。彼のベルディみたいだよね。本当に。無意識ってのが怖いよ。ほぼ松田さんだね。松田さんどうなった11になるの？なかなか、いろんな趣味に応えられるイケメンが揃ったと思いますよ。塩が終わり、ジャニーズが終わり、男が惚れる男あり、バランス取れてると思うんですよね。この辺は塩顔で。塩顔で。ここら辺にジャニーズがいて。なるほど。ベビーフェイス。豊島君もジャニーズですかね。細川選手は割と男が惚れる男っていうか、男に惚れるっていうか。確かに。絶対負けたくねえの、このチームには。金子選手も塩顔。藤井選手がジャニーズで、松井選手はこうなんか男の色気っていうかね、感じで。でもこれ試合になったら結構いいと思いますよ。こう両サイドスピードがあって、あとはもうこのセンターバックと豊島と松井で守ってもらって、もうどんどん前行っちゃってくださいみたいな感じのイメージです。親子松っていいですね、このツートップ。なんか見てみたい、実際に。あ、嬉しい。全然 J2 であって全然おかしくないです。いけそうですよね。若くていい感じで。
意外とバランスよく収まったような気がするんですけどね。あ、嬉しい。そう言っていただけると嬉しいです。今回俺はそのベルディのアカデミー育ちはちょっとあの自分の縛りとしてなしで行ったんですけど、カンヤとあのマヒロだけかな入ったのって。多分そうだよね。そうですね。はい。僕でもボランチにあの藤田ジョエルチマを入れようかどうか迷ってましたけどね。ああ、藤田ジョエルチマね、いいですよ。ジソンか藤田ジョエルチマかみたいな。まあ、またこれちょっとシーズンが始まってね、ちょっとしばらくすると、あ、そうじゃなかったっていうところもまあ出てくるとは思うんですけど、案外ちょっとかぶんないもんだね。色がね、1位の段階から結構もう、色が濃ゆすぎましたよね。一回もじゃんけんしなかったですもんね。この段階でもかぶることないだろうなって思いながらやってました。選手なんてちょっと無理っすよみたいな、それいらなかったね。なんかうん、そういう感じになんなかったの。綾田さんと中本さんはかぶりそうなね、感じでしたけど。うん、ね、そうですね。中本さんのところに結構、あの先に、あ、それ、かれまあ、またなんか機会があればやりたいですね。はい、そうですね。今日はあの皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、しばらくちょっと2試合はね、リモートマッチになりますけど、また現地でお会いできる。うん、はい。本当ですね。はい、ああ、皆さんはね、関東ですからね、沖縄に来る機会って結構難しかったりするんですかね。俺11月だから多分普通に行ける。大丈夫そうですかね。うん。思うんですけど、スタジアムでお会いしましょう。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。